DTV、ゆきりんチャンネル。この動画は、ドリームボックスがお送りします。今日は、2020年9月19日。これから東京へ向けて出発します。ビデオカメラを借りたみたいで、撮りながら行くみたいですよ。いつもの夜行バスが運休になりまして、今回は電車を乗り継いでいくことにしました。今日のために大きいスーツケースを買っていたんですけどね、入りきらなくて結局これですわ。朝5時台のね、始発の名鉄。子供の頃は名鉄って言えば赤くてパノラマカーだったんですけど、最近はこんな平たい顔のばっかりですね。なんか色の違う電車もね走ってるんですよ。まずはこれで豊橋へ向かいます。この辺りの主要駅といえば豊橋なんですけど、うちはね田舎なので豊橋へ出るにも一苦労なんですよ。名鉄もねここで一回乗り換えないといけないんですね。でパノラマスーパーが入ってきました。これも先頭車が展望席になってるんですけど、まあなかなかね座れることはないです。豊橋が近づくと飯田線、東海道線、新幹線と合流して並走を始めます。昔はね電車大好きで結構乗ってたんですけどね、ワンコ買ってからあまり乗らなくなって12年ぐらいあまり乗ってなかったかな。だから最近なんですよね、こうして久しぶりに乗るようになったのが。そろそろ豊橋到着です。豊橋からは JR に乗り換えます。ただし今回は新幹線は使いません。あくまで安く行かなければ意味がないので、普通列車を乗り継いで行きます。朝ごはん食べようと思ったけどまだねうどん屋が開いてませんでした。ホームに降りたらねなんか見慣れない列車だなと思ったらサンライズがね出て行ったんですよ。これ確か豊橋は止まんないですよね。止まるのかな。まだ売店街でなくて朝ごはん買えなかったのでドリンクだけ買いました。ここから東海道線なんですけど、鈍行列車乗り継いで東京まで行くなんていうのね初めてなのでちょっと楽しみです。まずは沖津行き普通列車に乗ります。おお、噂通り安定のロングシート。東海道線ってなんか熱海までは恐怖のこのロングシート区間らしいんですよね。ロングシートもそんなに悪くないよ。ガラガラだし。この新所原という駅からは天竜浜名湖鉄道っていう
浜名湖をぐるっと回って走るローカル列車が走ってるんですよ。まだ一度乗ったことないけど、通称天浜線。あ、止まってますね。安定の1両。一度乗りに来ても楽しいかもしれないね。浜名湖を渡ってね、今掛川まで来たんですけど、ここがさっきのあの天浜線の、終着駅なんですよね。ああ、天浜線って気動車だったのかな、気づかなかった。昔ね、まだあの駆け出しだった頃に、鉄道じゃなくて旅行雑誌の記事書いた時だったかな、なんかあの機動車を間違ったの電車って書いたことがあって、鉄道ファンからすごい叩かれたことあったんですよ。気をつけましょう。静岡に入ると一気に茶畑増えるよね。なんか静岡ってあとわさびもなんか有名じゃなかったっけ。でさっきからね、こうポイントポイントで富士山がねちらっと見える場所があるんですけど、今日はね曇ってて全然見えないですね。次は金谷です。金谷っていうとあの大井川鉄道っていうあのローカル線の起点駅なんですよ。で新金谷から千頭だったかなまでの間はなんかねあの SL に乗れるんですよね。あ、これあの大井川鉄道、今のはあのカエルみたいなね顔の電車が走ってるんですけどね。で SL ね一回乗ってみたいんですけど、なんかね土日の運行らしくてなかなか乗れないんですよね。で今はまたコロナの影響でね運休中らしいですよ。これ大井川でね、なんかねいつもね水少ないんだよね。ここ川は結構ね広いんだけど、沖津まで乗る予定だったんですけど、アドバイスメールがありましてね、島田で降りた方が乗り次の電車にね座りやすいということで、島田で降りて乗り換えます。トイレ行ってたらね、一本乗り遅れた。次はね、熱海へ向かいます。またロングシートだ。由比の駅を過ぎるとね、あの国一とあの並走して走るね、海側ね並走して走る区間があるんですよ。多分ねバーッと太平洋がね開けて見える場所をねお見せできると思うんですけど、まだかな。
あ、海見えてきましたね。これでね、国道1号線と並走して走るあたりで海がね、ボワッと開けるんですよ。そろそろね、これでボワッと見えると思う。はい、こんな感じでね、途中でね、バッテリーがね、プチッと切れましてね、フル充電してたんだけどな、ちょっとね、借りたビデオカメラだったので、もうバッテリーがね、弱かったんだろうな、劣化してたんだろうね。で、まあこの後なんですけど、熱海で無事に乗り換えをし、ちょっと最初ね、横浜に用事があったので、横浜で、まあ、用事を済ませてから、そのまま無事に、東京まで行ったんですけど、そこでまたねちょっとエピソードあったんですよ。大井町にホテル取ってあったので、大井町のホテルに荷物を預け、そこから秋葉原へ向かったんですけど、なんかね電車を乗り間違えて、というか電車のダイヤが乱れてたのかな、ダイヤが乱れてて、Google 先生で検索した時間に来た電車に乗ったんですよ。そしたら全然違う電車で、30分後にそれに気づいて、で慌てて降りたんですけど、その時にね、電車の中に一デジを忘れてきましてで当然まあ撮りたいんで、秋葉原行ってからヨドバシで、カメラを買い、ボックスで用事を済ませ、その他諸々の用事を済ませ、なんかもうねグダグダなとんでもない日になりましたけどね。ただ普段はね写真撮り派だったので、ビデオカメラでこう映像を撮りながら歩くっていうのは今までやったことなかったんですよ。やったことなかったんだけど、今回ね初めてビデオカメラ借りてみてやってみたら、ああなかなか面白いなと思ったのでね、こういうのもありかなと思いましたまたドールと行く旅っていうのをねちょっと本格的に一回撮ってみたいなと思うので、また撮りましたら作ってみます。ご視聴ありがとうございました。今回私はほとんど登場していなかったけど、一応ドール系チャンネルです。この動画はドリームブックスがお送りしました。